ご近所さんの気楽なステージ。はい、コーヒータイムの坂本です。はい、岸学です。まあお正月も過ぎて、はい、ね、みんな普通の生活に戻ったと思うんですけど。そうですね、うん、別に正月っつってもこれってことはないんですけど考えてみりゃ考えてみりゃ何もないですね。うん、まあ、休みがあったと。それだけですね。はい、やる気が失せますね。ねえ、はい、うん、そんな感じしますよね。今日も収録っていう意識がもう全くなかったですからねなんかね、うん、まあ正月ボケはもうここでやめてってことで、はい、講演会があるんですよね今日はね、はい、講演会の話からこれから結構多く入る、まあ、放送に載せようと思うんですけど、来月2月の6日、はい、2月の6日に、差別解消法の講演会を行います、うん、これは朝霞市にあります障害者団体協議会というところが主催でやるんですけれど、正式には障害者差別解消法ですね、うん、もうすぐ2年目が終わって3年目に入るわけですけれど、4月から3年目ですよね。そうですね、はい、4月から3年目で、この法律は基本的に、障害者を差別してはいけないと、はい、いうことなんですけど、そういう法律がまだ3年目っていうのはちょっと面白いですけどね。面白いですね。あ、今まではなかったのかっていうそ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 う、そうなんですよ、うん、日本はだいぶ遅れてたんですけど、うん、意外と障害者を差別して法律違反になること3年目という感じですね。そういうことですね、はい、この法律、まあ2年経ってるんですけれど、うん、あまり変わってない。お、依然として差別をありますね、うん、いろんな声聞きますね、うん、だからまあ、障害者じゃない人、俗に言う健常者も分かってない、うん、これが差別だ、これが差別ではない。いや本当そうですよ。なんか差別っていう言葉だけが一人歩きして、そうそれが何なのかよく分からない感じですね。そういうことなんですよ。ある意味何にでも差別って言ってる節もあるし、あるし、うん、ね、ということで今日は差別についてちょっともう一遍ちょっと改め直してみようっていうことです、ね、そういうことですね、はい、というわけでじゃあ今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでまず差別解消法のその講演会の日程なんですけど、はいはい、今も言いましたけど、しつこく言いますけど、はいはい、どうぞ。2月6日の午後2時から4時まで朝霞の産業文化センターの2階で行います。もちろん参加費は無料で行いますので、これは障害者あるいはその家族のためのものではなくて、ごく朝霞市民誰も対象にする一応講演会だと思ってください、うん、要は障害者と接してない普通の人に来てほしいっていう、そうですね、そういうことですね。あれですか、障害者差別解消法っていうのは何なのかっていう話ですか。そういうことですね、うん、そういう講演会ですね。そうですね、うん、根本的なというか、はいはい、だから差別をしてはいけないんだと、うん、いうことですね、うん、障害者を差別してはいけないんだよという法律なわけですよ、うん、いやそう聞くと障害者を差別してはいけないんだよって聞くと、うん、いや当たり前やって思いますけど、
でも依然としてそれは改善されてないっていうことですからね。そういうことなんです、うん、当たり前でみんなが知ってるし、みんなそうだと思っているけども、うん、それ実現されてないっていう、そういうことです、ね、どの辺が実現されてないですか。例えば今でも車椅子の人が非常に入りにくいお店なんかもあるわけですよ、うん、ね。例えば階段が何段もあるとか、うん、だから例えば、まあ、お店やってて、うん、入り口階段登って入り口に入るようなお店があったとしたら、はいはい、そのお店はもう差別をしているのと同じような状況にあると捉えるべきだっていうことです。そういうことですね。なんか直接的な差別的行為はしてないけど、うん、そういうお店を作るという、そう、障害者が入りやすいように設計されてないお店を営業するという時点で、うん、もう差別になっちゃうわけ、なっちゃうと、うん、ね、それはもう一般市民だろうが、はい、っていうことですよね。そういうことです。だから喫茶店作るにしてもやはり車椅子の人が入りやすいような、うん、構造にするとか、うん、まあね、ユニバーサルデザインっていう言葉もありますけど、でもなかなかそれにはお金がかかるわけですよ、うん、ね、そうですね。そうするとまあ無理ですわね。普通に自営業でやってるお店がバリアフリーというか、はいはい、ユニバーサルデザインのお店に設計し直すっていうのは、まあ金銭的に無理ですね。無理ですよね。じゃあそれだけ作ったらどれだけの人が今まで以上に入ってお店が儲かるかっていうとほとんど変わらないわけで、うん、そうするとそれにかけるお金というのは大変なわけですよ。そうですね。うちのお店にとっちゃ父親も実家で、実家というか地元で、はい、こじんまりしたライブバーやってますけど、はい、もう車椅子の人なんかも絶対入れないような設計をされてる。もう絶対入れないです、うん、入ったとしても一歩も動けないみたいな、なるほど感じなんで。そうですね、はい、でそれを父親に金出してこう設計し直しなさいっていうのをちょっと酷というか、うちの親父なんかもう年末インフルエンザになって、はい、インフルエンザっていうことを隠して営業してましたからね。なるほど。そのぐらいもうお金を稼がないといけないっていう、はいはい、うん、インフルエンザ隠して営業する接客ってそれはあかんやろと思いましたけど、うん、絶対ダメだろうと思いましたけど、そのぐらいもう迫ってるわけですよ、うん、それでさらにこう設計し直すっていうのはもう不可能だと、うん、それはねもう不可能ですね、はい、県によっては全額ではないけど多少そういう時に補助金を出しますよという県もあるみたいですけれど、うん、全国的にはまだそこまでは全く広がってないんで、うん、であと全額出せよっていうのもありますしね。そうですね。まあそういう言い方も、半額ぐらい出されてもちょっと不可能ですよ、うん、だから全額出せば直してもいいよと、うん、いう言い方もあるでしょうし、うん、だから差別というのが結局お金もかかってしまうというところがあって、うん、まあ最初から作ればいいですけどね、うん、なかなか後から直すというのはこれはお金もかかっちゃうし、うん、これからお店を建築するっていう人はそうそうそう、もう必ずそれは設計されてないとダメですよね。ダメですね。もう障害、まあ、最低限の車椅子が入れるとか、ね、そういった段差がないとかね、うん、そうそうそう、それはもう必ず含まないといけないと、うん、だからその、まあ、例えば民間のそういったお店とかが、はい、どうしても差別的になってしまうと、はい、こう階段で登らなきゃいけないっていうのが、はい、もうそれ自体が差別であると、うん、でだからその法律違反になってしまうと、そういうことですね、じゃあそれどうするかっていうので、うん、努力義務っていう概念がありますよね。はいはいはい、民間の場合は努力義務なんですよ、うん、民間は努力義務で行政は義務になるわけですよ、うん、義務ってのはやんなければいけないと、うん、いうことですよね、うん、
努力義務っていうのは努力すればいいんだと、うん、例えばじゃあ階段があったような時に車椅子の人が来たら、じゃあそこの店員さんがその車椅子を持ち上げて、うん、お店に入れるようにするとか、うんうん、でもこれはね、これもなかなか例えばトイレに入るにも段差があったりすると、はい、大変ですよ。これはね大変です、うん、お店の下手をするとそういう人のために一人多くを雇わなくちゃいけないとか、うん、そうなっちゃうとまた人件費がかかるわけじゃないですか、うん、それ努力すらもお金がかかってしまう。そうそうそう、うん、ただまあ努力はしないといけないってなってるんですよね。なってますね、うん、でそれは例えばもう車椅子入れないからお断りってしたら、もうこれは努力してないと、まあ完全なる差別になっちゃう。差別になっちゃうと。ただね、罰則はないんですよ。あ、じゃあ営業停止になることはない。ないです。あ、なるほど。だから中途半端な法律なわけですよ。あ、なるほど。簡単に差別差別って言ってますけど、非常に難しい問題、うん、それで働く、つまり障害者を差別っていうのは、その障害を理由にして断ってはいけないということね、うん、じゃあどんな障害者でも働けるかって言ったら、これも無理がある、うん、ね。でもそれは差別にならないのかって言った場合に、うん、法律の考え方から言うと差別になるわけです、うん、でも会社、普通の民間の会社ってのは一人雇っていくら収入を得られるかというのがあるわけですよ、うん、法律を作るのは簡単ですけれど、じゃあそれを実行するのはなかなかこれはね、難しい問題ですね。うん、まあ、そうですね。もう突き詰めるともうキリがない。キリがない課題ですよね。うん、キリがない。まあだからどこまで差別かみたいなのはね、もう日々変わっていくんで、意識が。そうそうそう、意識がね、うん、だ10年前だったら良かったことが今はもうダメだったりするのは、そういうことですよね。どこまで差別かっていう意識が変わっていってる。そうそうそう、うん、だからそれこそ昔の江戸時代ぐらいまでみたいに、うん、女の人は子供を産む機会だみたいな、うん、ね、参政権もなかったわけですよ、うん、選挙もできないとか、うん、そういうのはもう完全に差別ですよね、うん、でもその時代はそれが当たり前だと思ってたわけですよ、うん、でもやっぱり、うん、その時代時代によって差別という感覚も変わってくる、うん、常識も変わってくるじゃないですか、その時代によって。そうです ね、 ね、今の現代ではこういうのが常識だけど、うん、じゃあ20年前はそれは非常識だったとかってあるじゃないですか、うんうん、バージニア・ウルフっていうイギリスの作家がいて、はいはい、100年前ぐらいに書かれた本なんですけどね、はいはい、ダロウェイ夫人っていう本が、はい、それがちょうどイギリスで女性の参政権が認められた時期の話 で、 あ、はい、でそれについて街の人たちがどう思うあれみたいな話をしてる描写がいっぱいあるんですけど、うん、なるほど。で当時の女性の描写とか、例えばなんか街中で化粧しながら歩いてる女っていうのはダメだねみたいな話とかしてるんですけど、うんうん、なんかね、ようやくダロウェイ夫人で描かれてた意識が割と常識になってきたな、うん、みたいな感じがしましたね、読んだ時に。100年経って100年経ってね、割と受け万人に受け入れられる感じの雰囲気になってきたなと。だそんぐらいやっぱかかる、かかるんですよね、うん、でもそれを100年前にそういうふうに考えたっていうのはすごい人ですよね。すごい人ですね。やっぱ、ね、バジリア・ウルフはフェミニストの神様みたいな人なんで。なるほど、はい、
さすが進んでるなと思いますね、うん、読んだら。だから100年も前にそういうのを考えられるっていうのはすごいなと、そうですね、ね、思いますし、うん、最近だったらあの年末に知ってます、ガキの使いやあらへんでっていう番組でちょっと差別問題が上がったの。あ、そうなの。なんかあの年末に笑ってはいけない、うん、っていうあの毎年あるんですよ、はい、日本テレビで、うん、それはダウンタウン含めお笑い芸人たちがこう出るんですけど、はいはいはい、その中で、ダウンタウンの浜田さんが、うん、あの黒人の仮装というかあの顔を黒塗りにしてちょっと厚ぼったい唇みたいなの見た目で登場するっていう笑いがあったんですよね、うん、はいはい、でまあ受けてたんですけど、うん、でそれがまあ差別的な表現だっていうので、うん、すごいあの話題になってて、なるほど、うん、まあ、メディアによってはもう番組打ち切りじゃないかっていう話ですけど、うん、そういうのとかまあ数年前だったら普通にバラエティで見てた、うん、黒人の仮装っていうのはね、うん、今だったらまあもうさすがに無理かなっていう感じですけど ね、 なるほどね、今の感覚から言うとは無理だなっていう、うん、まあ、ただ笑いの手法としては黒人の真似するのありと思いますけどね、うん、まあ、笑えるんで、なるほど、はい、日本人の番組 で、 で、うん、日本のテレビで、うん、みんな日本人の中で急に一人だけ黒人いるっていうおもろさみたいなのは事実あるんで、それは例えば健常者の例えばコントでも、うん、会議室の中で一人だけ知的障害者がいたりすると面白いじゃないですか、うん、その違和感というか、うん、そういう意味では笑いの手法としてはあると思いますけど、うん、ただテレビ局で流す基準としてはもうアウトだなっていう感じはしますね、公共の電波ですかね、公共電波で流すという意味ではちょっとアウトだなと、うんうん、まあ、笑いの手法としてもちょっと古いんですけどね、うんうん、いやだから今の話を聞いて思うのが、うんうん、今もガックも言ったように、うん、その知的障害者がいると、うん、やっぱりおかしい、おかしい、違和感があるということですね。でそれが笑いにもなり得るということですね。そうなんです、うん、笑いにもなり得るということは、うん、いることによってその会社の緊張感が少しは取れる、うん、まあ、いい風に言えば、ね、いい風に言えば、はい、そういう風に捉える捉え方もあるわけですよ、まあまあ、はい、ね、これは捉え方の問題ですけど、はいはい、ね、いやだからそういう障害者はあの例えば知的障害の人のおかげで、うん、こう場が和むみたいなね、そうそうそう、まあ、それは事実あると思うんですけど、うん、それを知的障害者はそういうものだってで断定するちょっとステレオタイプに落とし込めるみたいな方法論がちょっと差別的だって感じですね、うん、そういうことね、うん、テレビとかで流すとそういうイメージだけで語られると、うんうん、だからそれがお笑いの世界になっちゃうと本当に差別になっちゃうわけですよ、うん、そうです ね、 ね、だからね僕思うんですけど、例えば知的障害を例にして、うん、はい、このラジオで僕と坂本さん喋ってますけど、はい、1人障害者がいるとちょっとおもろい感覚はあるじゃないですか、はい、まあ、違和感があるという意味で、うん、まあ、野島さんが準レギュラーでしたけどちょっと失踪しましたけど、うんうん、その違和感があるのが笑いの手法としても、利用できると、はい、それから場合によっては芸術にもなるじゃないですか、はい、絵画の中で障害者を扱うと、はいはいはい、でそれから音楽にもなるし、うん、障害を扱うということで、うん、障害というちょっと違和感を扱うという、でそれはどういう方向でも使えるんですよね、使っていいと思うんですよ、うん、ただ例えば知的障害の子に、うん、バカって今言えないじゃないですか、はいはい、でもこれ障害者差別解消法に照らし合わせて考えると、僕は障害者だろうが健常者だろうが全ての人にバカと言っていい、もしくは全ての人にバカとは言ってはいけないっていう、どちらかじゃないとおかしい気がするんですよね。例えば今バカという言葉を言いましたけど、うん、あの前もこの番組でやりましたけど、放送禁止用語、うん、ね、
これも要は差別という発想から来てるわけですよ、うん、ね。でも放送禁止用語というのはないと言ってるんですね、うん、NHK でも、うん、ね。それで前この番組でも出てくれた朝先生も言ってた、その差別というのは相手が不快感を持つのが差別なんだと、うん、いう言い方してましたけど、うん、確かにそうなんですけど、うん、そう言ったら果たしてバカと言われた人が、うん、そのバカの言い方もあるし、うん、言うタイミングもあるし、うん、それによっては冗談として捉えられる時もあるし、うん、差別だっていう時もあるし、うん、この人はひどい人だ、私をバカと呼んだというふうに捉える人もいるだろうし、うん、これってなかなか難しいよね、うん、あ、そうですね。だから批判不快に思わせたい時はどうしたらいいですか。だって例えば健常者同士で喧嘩することってあるじゃないですか、はいはい、それは相手を不快に思わせようとしてわざとバカって言ったりするわけですよね。すいませんしますよね、はい、でも障害者に対してはそれをしちゃダメみたいな雰囲気になってるのは、だからそれがまたおかしいんですよ、うん、障害者に喧嘩を売ってバカって言うべきじゃないですか、ね、喧嘩するときはですよ。そうですね、うん、それは言ってもいいと思いますよね、うん、だから僕はその差別的な感覚っていうのは絶対ないといけないし、例えばお笑いっていうのは差別的な感覚があるから笑えるわけですよね。そう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 、誰か、例えば、片言の外国人を笑うっていうのは差別的な目線があるから笑えるわけです。そう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 、その感覚は絶対ないといけないし、うん、であるべきだし、うん、そうやって相手を不快にさせていくべきだと思うんですけど、うん、障害者っていうのは弱者だから、弱者が声出さないと気づかないようなことが今までいっぱいあったから、はい、なかなか何も改善されないというか、うん、だから、まあ法律を作ってどんどん声を上げて文句言っていくと、うん、っていうことでいいと思うんですけど、ただ差別的なことを扱ってはいけないっていうのはおかしいと思いますね、うん、だから差別的な笑いもありと思うし、うん、だからそうなんです。だから結論としては、結論言っちゃいますけど、ね、結論があるんですね、うん、はい、結論としてはもっと障害者が声を出すというのが結論だと思いますよ、うん、もっと出そうと、出そうと、うん、ね、こそこそ隠れてないでどんどん外へ出ようと、うん、それともう一つ僕がよく言うんですけど、ね、障害者がどん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 社会に出て道路に出て、うん、ね、みんなを困らせろと。ああ、そうですね。ね、はい、それが差別をなくしていく、うん、まず第一歩だろうと、うん、いうふうに思う。これが結論です。そうですね、ちょっとおとなしくせず、そうそうそう、喧嘩売ってこいよっていう、そう、健常者に喧嘩も売れよと、売れよと、うん、ね、お前それは差別だろうと、うん、言いなさいと。そうですね、今はもう全ての障害者はあのガンジーぐらいの清い心の人だっていう意識があるんでそうじゃないっていうのをね。そう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 、うん、そしたらこっちも障害者イコールなんか優しく扱おうみたいな感じじゃなくて、なくて、ね、もっと真っ当に扱うように。そうだと思いますよ、うん、怒る時はバカっていうし、うん、でこう平等な、就労も支援、うん、出所みたいな、そう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 、うん、特別枠じゃなくて、特別枠じゃなくてね、うん、だからどん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 健常者に文句を言っていけよと、うん、ね、おとなしくしてんじゃないよと、うん、障害者が集まってガタガタ言ってんじゃなくて、うん、健常者の中でもっと文句を言っていけと。そうですね、こうしてくれ、ああしてくれと。とりあえず障害者差別解消法という盾がありますから、そうそうそう、そのシールドを利用して、そういうことですね、うん、戦いを挑んでいってほしい、欲しいですね、うん、それが結論です、はい
はい、じゃあまたその2月のね講演会でちょっとそうですね、うん、見識を深めるというか、ま、うん、ご連絡しますので、はい、詳しいことはコーヒータイムの坂本まで、電話なりメールでもいいんでいただければと思います。はい、じゃあまたホームページ見て、はい、連絡していただければということですね、と思います。はい、今日はどうも。はい、今日は以上です。はい、また来、ではまた来週どうも。ご意見ご感想、福祉に関するご質問、情報コーナーで放送してほしい情報、またゲストコーナーに呼んでもらいたい人、団体などがございましたら、次のメールアドレス、ファックス番号までお寄せください。メールアドレスは gks@fm767.net。 ファックス番号は 048-229-9434、 048-229-9434。